界でもトップクラスの技術とサービスを誇る日本の美容師たち。美のミシュランと称される神カリスマヘアサロンガイドには、その中でも特に高度な技術を持つ美容師や美容室が掲載されています。時代の最先端を行く彼らたち、その追い求めるスタイルを紐解きます。表参道にあるヘアサロン TOU。 石原慎太郎さんは去年22年間勤めた老舗サロンから独立、このお店をオープンさせました。まあ、いろんな人がいて、10人十色の人がいて、いろんな人にヘアスタイルに合わせていこうっていうコンセプトでやってはいます。固定概念にとらわれないデザインを作る、そんな思いで日々多くの女性たちを笑顔にしています。そんな神カリスマが追い求めるスタイルとは。技術にすごいこだわってきたんですけど、技術がすごい上手くてもね、その似合ってなかったら一緒でしょっていうところで、しっかりお客さんに似合わせて、その人の人生を変えるじゃないですけど、その初めてこういう風に似合ったわっていう、他の美容師さんにちょっと差をつけたいなっていうところにはこだわってきましたけどね。はい。変化っていつもあると思うんですよね。年齢を追うごとに似合うものも変わってくれば、季節によって似合うものも変わってくると思うんですよ。来店された時にその人の気持ち、感情の変化もあるじゃないですか。その時に合わせてフィットするヘアスタイルっていうのを主に考えてます。お客様の小さな変化も見逃さず、必ず似合わせる。そんな彼が美容師人生で嬉しかったことは、その人はもう喜ぶのはもちろんなんですけど、周りがなんかいいわねって言ってご来店されたりとかするとやっぱり嬉しいですよね。街中でなんかあの人はいいわと声かけてただここで切ってると、行こうかなっていう人もいるみたいで、あとショップ店員の人を僕が切ってて、でどこで切ってるんですかってなって、そこで切ってるよって、行こうかなってなったりとかもするみたいで、友達じゃない人が見て、その引き目じゃない人が見て、いいなって言った時とかやっぱ嬉しいですよね。本当に似合ってるんだなとか。毎日どう過ごすかでやっぱり人生って変わってくると思うんですよ。周りが楽してるから、じゃあ自分も楽したいかって、そうじゃないじゃないですか。自分はこういう風になりたいから、こういう風に今日はこれに取り組もうとか、目の前のことをこう一つ一つこなしてると、おのずと結果って見えてくるもんなのかなっていう、その一日の満足感みたいな、こういう仕事ができたとか、こういうふうに今日はこれがうまくなったとか、それは結構重要かなとは思うんですけどね。その10年後どうだっていうのはもちろん必要なんですけど、コツコツって一番苦しいんで、コツコツやった人が勝つんじゃないですかね。美しさと感動を与える神カリスマたち、今日も人々に笑顔を届けます。